太陽の言葉、島崎藤村。おはようと私は太陽の隠れているところへ行って声をかけてみた。返事がない。今日も太陽は引き込みきりだ。少しばかり自分の記憶にあることをここに書きつけよう。初めて太陽の美しさが私の目に映ったのは日の出の時ではなくて、むしろ日没の時であった。私はまだ18の少年であった。当時の私の周囲にはごく漠然とした自然の愛を教えてくれる人はあっても、一言あの太陽を見よと私に指して言ってくれるものもなかった。私は沈んでいく夕日を高輪御殿山の木立の間に見つけて、その驚きと喜びとを沸かすために一緒に山遊びに出かけた友達の方へ走っていったくらいである。私は友人と二人で美しい日没を望みながらしばらくそこに立ち尽くしたが、あの時の私の胸に満ちてきた驚きと喜びとは未だに忘れずにある。それにもまして忘れがたいのは、初めて私の中に太陽の昇ってきたことを感づいた時だ。青年時代の私の生涯は困難の連続で、ほとほと太陽の笑顔を仰ぐということもなしに多くの暗い年月を過ごした。まれに私の目に映るものを言えば、何の温かみもなく何の生気もなく、ただ朝になれば東の空から出て晩には西の空へ沈んでいくような深いしょんぼりとした日輪であった。私が25歳の青年の時だ。私は仙台の方へ寂しい旅をして、その時初めて自分の中にも太陽の昇ってくる時のあることを知った。日光の上、この私の要求はかなり強いものであったと見えて、明けそうで明けない薄暗闇が続きに続いていった時には私もひどくがっかりした。私は幾度か太陽を見失ったこともある。太陽を求める心すら時には薄らいだこともある。太陽は私から離れていって、ただただ無意味な悲しく痛ましげな顔つきのものとばかり私の目に映ったこともあるけれども、一度自分の中にも太陽の昇ってくる時のあることを知った私は、幾度となく夜明けを待ち受ける心に帰っていった。毎年5ヶ月の長い冬の続く信濃の山の上からも、新開地らしい頃の東京の郊外の畑の間からも、日の出を町の空に望むに良い隅田川の岸からも、私は夜明けを待ち続けた。そればかりでなく、長い年月の間には私も異郷の旅人となったことがあって、紫色の泥かとも見まごう遠い海の上からも、見るからに夢のような青い凛の光の流れる熱帯地方の波の間からも、それからまた石造りの建築物も冷たく、並木も黒く、万物は皆凍り果てたような寒い郷の町の中からも、私は夜明けを待ち続けた。そして遠い日の出を夢見ながら故国を指して帰ってきたこともあった。私は30年の世も待った。おそらく私はこんな風にして一生夜明けを待ち暮らすのかもしれない。しかし誰でも太陽であり得る。私たちの急務はただただ目の前の太陽を追いかけることではなくて、自分らの中に高く太陽を掲げることだ。この考えは年とともに深く私の小さな胸の中に根を張ってきた。今の私が想像する太陽とはもうよほどの年齢のものだ。物心ついてからこの方、私が覚えているだけでも太陽の弱いは今年53にもなる。その私の知らない以前の弱いを加えたら、あの太陽が何ほどの高齢な老年であるとも、ちょっとそれを言ってみることもできない。
人が53もの年頃になれば、衰えないものはごくわずかだ。髪は年ごとに白さを増し、歯も欠け、視力も衰え、かつて赤かった方にも古い岩壁の面のようなシワを刻みつける。そこには付着する苔のような皮膚の斑点をさえとどめる。多くの親しかったものも次第に死んでいって、思いがけない病と晩年の孤独とが人を待っている。この私たちの力弱さに比べたら、太陽のことは想像も及ばない。絶え間のないあの飛翔とあの噴薬、夜ごとの没落はやがてまた朝焼けの輝きにと進んでいく、あの世紀まことの老年の豊富さは太陽を除いて他にはない。それにしても、この世で最も老いた者が最も若いということには、私は心から驚かされた。おはよう。とまた私は声をかけてみたが、返事がなかった。しかし、私はこの年になって、また自分の中によみがえってくる太陽のあることを感づくところから見ると、どうやら夜明けも遠くないような気がする。